育野町は、かつて、兵庫県中部に存在した朝子郡の町。兵庫県田島県民局管轄。2005年4月1日に、同郡三島町、町来町、和田山町と合併して、町来市となったため消滅した。兵庫県のほぼ中央に位置し、周囲を山々に囲まれた、海抜約300メートルの盆地上の町である。日本海と瀬戸内海の分水嶺に位置する。 田島地方の南の玄関口にあたり、東は丹波、南は張馬地方と隣り合う。歴史的には、田島の中心都市というお菓子より、姫路市との結びつきが強い。町の発展を支えてきた幾野銀山の開港は807年とも伝えられ、江戸幕府はこの地に大館を置いた。1863年、大和の天中組にこうして、 尊能上位派の平野国夫らがここに兵を挙げたが、失敗に終わった。1889年に皇室財産となった後、1896年に三菱が払い下げを受けた。昭和48年に資源の枯渇等により閉山したが、全国各地の文化の流入を受け、陸の銀山独特の街並みを形成した。現在でも昔懐かしい風景が数多く残っている。 古くからの鉱山であることや、周辺に重金属を含む岩石が多く存在することから、かつてはカドミウムによる土壌汚染が発生した。農用地の土壌の汚染防止等に関する法律により、土壌汚染除去事業が施され、汚染地域指定は2001年に解除されている。農家数と林家数が総世帯数のそれぞれ1割前後を占める。ありがとうございます。